んにちは、たけです。人生のヒントです。暗黒時代を乗り越えた知恵ですね。実は私、20代の時、暗黒時代だったんですね。まあ、仕事は後輩に抜かれ、女性ともね、全然喋れなかったんですね。で、借り物だったんで、結構友達も少なかったですね。まあ、スタート的に言ったらまだダークサイドに落ち着いてるって感じですね。まあ、でも今では一応独立して、こうね、そういう店も持ち、結婚できて、今は幸せなんですけど、まあ、変わり者は相変わらずなんですけど、SNS とかで、ね、だいぶその僕みたいに変わってる人も全国にはようさんおるんで、でまあ、ある程度ね、友達もね、だいぶ昔に比べたら増えてきましたね。ほんでまあ、私みたいなちょっとなんか、暗黒時代を過ごした人をの仲間っていうか、同じを体験してる人に、少しでもこの役に立てればと思い、この動画を作りました。まあ、で、当たり前やんっていうこともあるかもしれないですけど、その辺はご容赦ください。そしたら、今回は女性が苦手だった頃の俺に言いたいこと2です。2ですね。だからちょっと思考を変えて、僕は今の現代の僕はタイムトラベルして、昔全然要は女性と、さっき言ったみたいに女性と喋れなかった苦手だった時の俺に一言ってことですね。その一言は、第一印象が大事ってことですね。いや、まあまあ、わかりやすく見た目ですね。まあ、見た目って言っても、もともとね、僕も顔もブサイクなんで、ブサイクなんてどうしようもないじゃないですか。ないんで、要は、例えば服とか、ヘアスタイルとか、例えばこういうメガネとか、工夫して、そこそこ、そこそこに見えればまだマシなんで、全然ブサイクの前だったらちょっと困るんで、そこそこ、きれくなれば、きれく言ったらおかしいな。そこそこ、まあ、普通レベルでいいんですけどね。レベルでいいんですけど、要は、まあ、第一印象が悪いとほんま困るんで、でまあ、なぜかというと、心理学の話で、初等効果ってあるんですね。大体1秒、10秒で、第一印象が決まって、2分で勝手にね、その人の性格を判断してしまうという人間の、そういう心理があるんですけど、なんで、だから結構見た目って大事なんですよね。見た目は例えばボロボロで、なんかもう、全体汚しかったです。汚しくて清潔やったらじゃなかったら女性の方は絶対嫌がるんで、そこそこ清潔でそこそこ綺麗かったらそれだけでも全然ね印象は違ってくるんで、で僕は正直、まあ僕的な話なんですけど、ほんまこの仕事してる割にはね、おしゃれダサかったんですよね、かなりね。まあ今でもそのおしゃれとは言えないかもしれないですけど、結構ダサかったんで、ね、当時ね、やっぱね、服とかも高かったんですよね。でまあ、何着てばいいかっていうのがね、ちょっとあんまり分からなくて、まあ、ヘアスタイルはね、やっぱ仕事的にやるんで大丈夫なんですけど、かなりね、ダサかったっすね。ただまあ、仕事が清潔感はまだあったんで、まだマシだったと思いますね。結構なんか、婚活関係の仕事をしてるお客さん聞いたら、やっぱり結構ね、あんま清潔感がない人が結構多いって言ってましたね。でまあ、例えば、でも今ではいいのが、それからまあ清潔感はちゃんと綺麗くすればいいって話なんですけど、例えば服とかもね、ユニクロとか、ザラとか、M&A とか、M&A やったな、M&A やったから、A やったっけな、そういうファストファッションとかあるじゃないですか。ファストファッションがあるのがありがたいですよね。例えばセットアップとかで1万ぐらいで揃えられるじゃないですか、全体ね。僕らの時ってやっぱ1、だから、ニット買うのに8000円ぐらいしとったんで、結構もう高、もうそれ超ブランドじゃないですよ。これ普通の服屋さんで、普通のファッションビルでもそんなんやったんで、結構高かったんですよね。なんでそれもちょっとなかなかチャレンジしなかった。服もそんな用途買えなかったですし、これ例えば今やったらどんな服買ったらいいかなっていうと、やっぱり骨格診断とかあるじゃないですか。これ骨格に合わせた似合う服とかがいう診断があるんですよ。まあメンズは少ないんですけど、だいぶこれから増えてくるんじゃないですかね。もう女性の方は結構骨格診断は結構定番になってきてるんで、あとはYouTube の、まあ、僕気に入ってる、MB さんという人がおるんですけど、その人結構ね、服も論理的に分かりやすく説明してくれるんで、僕的にはすごい論理的に説明してくれた方が自分でアレンジしやすいんで、気温が分かればね。気温が分かんないと、まあ、僕らの仕事そう、基本ができれば、あと応用とかは自分のオリジナルを出していけばいいだけなんで、そんな難しくないですよ。基本が分からないと、だからまあ、今回のあれだファッションの基本が分からないと困るんですけど、MB さんとかやったら、ファッションの基本を教えてくれるんで、
だからそれでも、ね、そういうのを利用すれば、動画とかホームページを利用すれば、そこそこその変にはならないですよね。昔の僕みたいにダサい感じにはならないと思います。そこそこおしゃれになると思うんで、だからね、今の人、ある意味羨ましいですよね。もうファストファッションとかあるし、そういう動画でおしゃれを説明してくれるっていうのがね、僕らの時なかったんで、めちゃめちゃね、ほんまやばかったですよ。だから嫁と結婚する前もね、後で言われましたもんね、やばかったって。なので、まあ今回言いたいのは第一印象が大事ってことですね。で今やったらそういう、ユニクロやザラとかの、服を買えばおしゃれにできますし、ほんで、服を買えば安くで買いますし、で、ちょっと欲しい、買えますし、ほんで、要は、骨格診断やMBAさんを参考にして、おしゃれを学べば変には ならないんで、おしゃれになると思うんで、なんで結構第一印象はそれで多分大丈夫だと思いますね。ほんま第一印象って大事なんで、初めに例えばもうね、例えば平均値があるとして、マイナスからいくとしては 10% から上がるとマイナス 10% からたら下がるんで、そんだけね違ってくるんで、なんでほんま第一印象はほんま大事っすね。そしたら今回は、女性が苦手だった頃の自分に言いたいこと2でしたね。そしたら、よければチャンネル登録、いいねお願いします。そしたら人生のヒントの、暗黒時代を乗り越えた知恵の竹でした。